那覇空港自動車道那覇空港自動車道は沖縄県にある高速道路である国道506号の自動車専用道路略称は那覇空港道または空港道沖縄県中上郡西原町の西原ジャンクションで沖縄自動車道から分岐して沖縄自動車道と那覇空港を結び沖縄本島の高速交通体系の形成や那覇都市圏の交通を支える 幹線道路網の骨格をなす。延長約2 0トル高速道路ナンバリングによる路線番号は沖縄自動車道とともに E58 が割り振られている。下記の区間に分けられる。五六道路は那覇空港インターチェンジと城ぐすインターチェンジの区間。全区間未供用。なお同じ区間を並行して通っている五六バイパスとは別路線。 2011年度に事業化された。この路線が開通すると、那覇空港と沖縄東北部とのアクセスが飛躍的に向上することが予想される。五六道路の起点側は、2011年8月に開通した那覇西道路と接続されることになる。富城区東道寺は、富城区中地インターチェンジハイワル南インターチェンジの区間、当初より料金は無料である。 暫定に車線のため混雑しやすい状況にあったが、ハエバル南インターチェンジとミグスクナカチインターチェンジのほぼ全線で4車線化され、混雑は現在解消している。ハエバル道路は、ハエバル南インターチェンジ西原ジャンクションの区間。総事業費は約840億円で、公共事業費などを除く日本道路公団が負担した費用は約29億円である。 九州、沖縄サミットの開催に合わせて、2000年6月28日に全線開通した。4車線で、最高速度は、時速時速80キロメートル。那覇空港道の唯一の有料区間だったが、予想以上に収益が良いため当初の召喚予定より30年以上、前倒し、開通後9年弱の2009年3月28日午前0時より、無料開放された。 一般国道の路線を指定する政令及び一般国道の指定区間を指定する政令に基づく一般国道506号の概要は以下の通り IC 番号欄の背景色画である部分については道路が共用済みの区間を示しているまた施設名欄の背景色画である部分は施設が共用されていないまたは完成していないことを示す 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成やんばる急行バスが全区間、那覇市街や浦添市などを経由しない一部の急行便に限り通過している。国道506号に関するカテゴリー。ありがとうございます。